ラグビーのルール第4巻タッチ編フューチャリング岸ボーイ。ラグビーではボールがフィールドの外に出ることをタッチと呼びます。今回はキックによるタッチ後のリスタートについていくつかご紹介します。まず22メートルラインの外側からキックして直接タッチになった場合はダイレクトタッチと呼ばれ、蹴った地点まで戻り相手ボールのラインアウトでリスタートします。陣地を稼ぐことができないのでキックとしては失敗です。次に22メートルラインの外側からキックしバウンドしてからタッチになった場合はタッチになった地点から相手ボールのラインアウトでリスタートします。この場合かなり陣地を稼ぐことができます。最後に22メートルラインの内側からキックしてタッチになった場合はバウンドに関わらずタッチになった地点から相手ボールのラインアウトでリスタートします。この場合もかなり陣地を稼ぐことができます。ラグビーではタッチキックをうまく利用し陣地を取っていくことがとても重要です。それでは今回の復習です。ラグビーはタッチキックで陣地稼ごう。観戦では無駄な陣地取りはしないでご覧ください。それではラグビー観戦をお楽しみください。